アレクサンドル・セルゲービッチ・パナヨートフは、ロシアの歌手、シンガーソングライターである。公営テレビ局、テレビロシアで2003年に放映された、オーディション番組、ナロードヌイ・アルティスト・コンクールの準優勝者。3.5オクターブの音域を操り、ロシアのポップス界では、黄金の声の持ち主とか、思考の声を持つ歌手の一人と称されている。 アレクサンドル・パナヨートフは1984年7月1日にレニングラード市で生まれた。音楽家の系統ではなく、父は大工、母は調理師という、ごく普通の共働き家庭の中で生まれ育った、恰幅な体系の少年だった。3歳の時、一家はレニングラード市からウクライナのザポリージャ市へ引っ越した。7歳の時、多面的に学べる理世代62学校の、 文学クラスに進学した。9歳になった時、初めて学校のステージで映画、ゴスチーズ・ブールーシェーボーの挿入歌、プレクラースの絵誰こうを歌った。10歳になった時、同志の第二音楽学校に進学した。最初の試験で、マライア・キャリーの歌を歌い音楽、学校関係者一同を呆然とさせ優秀だと評価された。まさにここで、プロの歌手になることを決意した。 音楽学校のコンサートでは常に引っ張りだこだった。初めて一般の聴衆の前で歌ったのは1997年6月1日で世界の子供を守る日を記念して作られた同志、中央町広場でのコンサートだった。そこで、ウクライナの有名歌手、アレクサンドル・パナマ両夫のスランクドのうちを歌った。15歳から作詞作曲をはじめ様々なコンクール出場した際に、 これを披露した。中でも有名なのは、怒りつばんなヤプチッツアとリトニー同士である。優秀な成績で、中東教育と音楽学校卒業後、キエフ現代を音楽演芸大学現代、音楽ボーカル科に進学した。しかしこの時すでにコンサートやコンクール活動に没頭していて、不登校が多かったため、中途退学した。テレビのオーディション、スターにズベズドイに出場して、 自分の力を試すため2002年にモスクワ移住を決意した。このオーディションで決勝戦まで勝ち進んだが、この決勝戦参加者でユニット、ドゥルギーエ・プラービラを結成する話が持ち込まれこれに乗らなかったため決勝戦を辞退した。キエフへ戻ってからキエフ国立文化大学へ進学し、そこでアリアンスという音楽バンドを結成した。バンドは キエフで大成功を収め、ナイトクラブのコンサートホールに出場していた。2003年に、ドイツベルリン市で、多くのドイツ市民や、外国人を目前にして、コンサートを開催した。幼少の頃から、滑腐な体系だったが、努力の末2003年には2倍の送信に成功した。そして、公営ロシアテレビのオーディション番組、ナロードヌイアルチスト出場を経験できる幸運に、巡り合った。 このオーディションの決勝戦で準優勝を獲得。この準優勝を機に、ロシアで有名なプロデューサーであるエブゲニー・フリドランド、キム・ブレート・ブルクラと7年契約を締結した。ロシアやウクライナだけでなく、近隣諸国でよく知られている。またロシア、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ラトビア、エストニア、イスラエル、米国、スペイン。 フランスと欧州諸国のコンサートツアーを観光し、成功している。各種テレビラジオ番組や、大イベントや若者の集まりでよく、ゲストとして出演している。3.5オクターブの音域を操り、彼のボーカル即興性や、熟練さは、スティービー・ワンダーや、ジョージ・マイケルらと比較して、遜色なく、音楽評論家からの反論を、これまで受けたことがない。社交的で、 責任感が強いため仕事仲間らと関係が良好である。仕事に対して前向きで勤勉、理想が高い。2006年に制作年数2年をかけてできたデビューアルバム、デディ・ド・シジャーを、2010年にセカンドアルバム、フォルムラ・リュブ・ビーを発売した。7年契約終了後の2011年3月から独立。2011年8月31日ソロシングル。 ティル・トゥモローを制作、同年10月20日ビデオクリップを公開した。ユーロビジョンロシア代表戦やウクライナ代表戦に2005年から出場しているが、ユーロビジョン代表に選ばれていない。2005年は、アレクセイ・チュマコフとのデュエット曲、バラライカで望み2位を獲得。2007年もデュエット曲、ネマイアーで2位を獲得。2008年には、ポルメーシャツイ・クレストで、 ジーマビランとわずか2点差で2位獲得。2009年にはウクライナ代表戦に出場し、スーパーヒーローを歌い2位獲得した。2010年にはマヤショータイムを歌い6位を獲得。パナヨートフは自身をユーロビジョン代表戦のベテランと軽く言ってのけている。2006年にロシアの連続ドラマで映画デビュー。2007年にディズニーのミュージカル映画の挿入曲。 ゼを歌った。2011年にユニバーサルピクチャーズののフレット役の声を担当した。音楽コンテストアルバムコンピレーション、アルバムビデオクリップ。ありがとうございます。